サ津ツは、新末民発の軍人。中華民国の初代運南都督。遠征外による、帝政実施を阻止するため、五国戦争を発動したことでも知られる。元の名は、ウシトラトラ、字は、松葉。幼児から私塾で学び、1898年に、調査の事務学堂に入学する。両慶長、東西常に支持し、返邦思想の影響を受けた。 高所25年、日本に留学した。1900年、東西常に従って帰国し、自立軍運動に参加した。運動の失敗後に、なおつばと改め、再び、日本に赴く。日本では、正常学校と陸軍士官学校で、軍事学を学んだ。1904年、卒業して帰国する。翌年、コナン教連とコロバン弁、ブビ。 平明両学堂の教官を務めた。同年8月、厚生省へ転勤し、新軍総参謀関係総協連官等を務めた。1907年、厚生陸軍小学を創始して、総弁となる。さらに、厚生兵備所総弁となった。1908年4月に、高西陣連城尾軍第一票、しめぎみつる、1910年に、 厚生混成協協党と歴任している。以上のように、蔡津波は、厚生省で軍事の養殖につき、軍近代化の改革にも、積極的だった。しかし、厚生省の革命派からは、蔡津波は新朝擁護派と目されたようである。この年の10月に、革命派主導の蔡津波を追放する運動が始まり、蔡津波は、雲南省へ移動することになった。実際には、 サイツバは、高校との間で交流を持ち、革命派団体の組織に密かに従事するなど、厚生省不妊期間でも、明確に革命派の姿勢を保っている。その一方で、厚生省にある間に、サイツバは中国同盟会に入会したとされるが、否定する説もある。サイツバ別陰1911年7月、サイツバは、雲南省で、 新軍第19鎮第37教教党に任命される。同年10月10日、武将危機が勃発すると、サイツバは、雲南省の革命派である、離婚元、統津企行と共に、これにこうして拒兵する計画を立てる。10月30日、サイツバらは、混命で拒兵し、雲気総特利行儀を捕虜として、雲南省を掌握した。十一月一日、 大中華国雲南軍都督府が設立されると、蔡津波は雲南都督に衰退された。蔡津波は直ちに雲南の軍事、政治の改革に取り組む。その精錬にして過断な政治姿勢により、小生の面目を一新したため、小を混乱させることなく、人心掌握に成功した。1913年5月、蔡津波は、両慶長らが率いる。 新歩党の名誉理事となったが、間もなく自任している。ただし、これ以後も、サ津ツと両系長との関係は、極めて密接である。同年7月、二次革命が勃発すると、サ津ツは、遠征外を支持した。しかし、遠征外は、地方勢力の拡大を恐れ、小外でない地方と徳を北京に呼び寄せ、老楽と監視を行うようになった。同年10月、 サイツバも入居し、東津義業が公認の雲南都督となった。1915年11月、遠征外の訂正に反対した、サイツバは、両慶長らの援助で、北京を脱出して、雲南に戻った。12月25日、東津義業らとともに、雲南省の独立を宣言する。遠征外討伐のための五国軍が組織され、サイツバは、 五国軍第一軍総司令となった。こうして、五国戦争が始まったのである。祭祀と共に、日本に逃れてきた、サイツバ。1916年1916年春、サイツバ率いる2万人の五国軍第一軍は、四川省の路州、治め軽一帯で8万人の北京政府軍を撃破した。さらに、厚生省の陸栄亭も独立を宣言した。 ことにより、遠征外による訂正の取り消しを成功させた。遠征外死去後の6月に、三一ツは、四川特軍検証庁となった。しかし結核に侵され、日本に行き、福岡市で治療を受けることになる。同年11月8日、三一ツは、九州帝国大学以下大学附属委員で、そのまま死去した。去年35、 1917年4月12日、湖南省の竹葉山で国葬が取り行われた。遺作は、蔡松派集。蔡津波の墓。ありがとうございます。